こんばんは。音符結婚してお疲れ、だるまハート、マイクもありがとうございます。星もありがとう。こんばんは、中村舞です。皆さんお疲れ様です。こんばんは。今ありがとう。気広しました。そう、ちょっと昨日なんか全然ショールーム夜できんやんとか思っとったら、朝気づいてあれできるわと思ってそうで、さっき帰ったんですよ。さっき家に着いて、そうです、今日は日帰りでした。今日は TIF ありがとうございました。すごい、オンポンプ、マイクもありがとうございます。フルーツもありがとう。クマありがとうございます。おかえり、ただいま、ありがとうございました。暑い中ね、本当に本当にありがとうございました。楽しかったです。こうしてありがとう。結構ね、日が照ってる時間帯で、すごいもうモワモワしたんですけど、日に焼け、どうだろう、わからん、めっちゃ日焼け止め塗ったけどそう、夏でしたね。ありがとうございました。ありがとう。人も多くて暑かったね。すごい、もう密度がギュ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 って感じで、すごいハイビスカスがいっぱい、ありがとうございます。これもありがとう。楽しかったです。今日はね、なんか花だれ公園の東京が、なんか東京でやるのがね追加になったっていうお知らせがあったんですけど、マイキーいるなら行くわ。あのね、3日間ありまして、1ヶ月ぐらいずつ離れてるんですけど、ね、わ、さっき見たのにな、7か17か、いや、そんらへんだった。あ、11月7かという3日ってなんですけど、ちょっと東京、そう、なんか全部東京で2公演ずつあったりするんですけど、ちょっと自分は多分出れるのは10月ぐらいかな、そうなのかなって自分の中でちょっと予想してるんですけど、9月ね、14はね、逆に広島にいて、私はお話し会じゃない、写真集のお渡し会やってるんですけど、で11月はあのバレエミュージカルが結構もう舞台稽古中って感じで、本番前らへんなのでどうだろうって感じで、ありがとう、ちょっとわかんないなみたいな。でちょっと自分も出る日程わかんないので、出るとしたら10月なのかなみたいな。ありがとうございます。ちょっとわかんないですけどね。写真集のイベントすべて参加します。ありがとうございます。新公演はいつになるか、ちょっと私もよくわかってないんですよね。はい。
ね、秋頃をめどっていう感じで、でもなんかこの日みたいなの発表はされてなかったので、いつなんだろうって感じですよね。あのね、花だれは東京でやったのはめっちゃ前にやったんですけど、2年前とかにやったのかな、ですけど、ちょっと箱も結構な、結構大きめっていうかの箱でさせてもらうみたいなので、そうそう、キャパがね、新宿、あと恵比寿だっけ、恵比寿と、あともう一個なんかなんだっけな、ちょっと全部把握できてないんだけど、結構大きいです箱は。六本木か、そうですね、ぜひお待ちしてます、お待ちしております。でもね、ちょっとね、まあ、これ土日だよね、多分。週末とかにある、土日にあったりするもんだよね。いやね、まあね、イベントがね、重なるのは仕方がないことなんですけどね、写真集イベントがね、結構重なったりしてて、ヒーって感じなんですけど、もうなんかちょっともう泣いちゃうんですけどちょっとね、そうね、9月14はねちょっといないですね。大阪のイベントもね、まあ、同じあの日にイベントがそう重なってて、ね、両方行こうとしてた方たちはもうヒーって感じだと思うんですけど、ありがとう、マイクも。いや、まあすごいもどかしい気持ちですよ、もうなんかもどかしい気持ちですよ、本当にもうもどかしすぎて、なんかこう聞いたりするんですよ、なんかこの日とイベントかぶっててみたいな、でなんかイベントかぶってるからどうしようみたいな、でも私もえーどうしようみたいななんかそりゃなんか引き止めるのもなんか、ああどうしよう、どっちも行ってほしいけどねみたいな気持ちになってすごいもうもどかしくって、もうどうするみたいな気持ちでいるんですけど、どうもありがとうございます、ありがとうなんかね、ちょっとねもう頭抱えてます本当にありがとう、ツーショットある、あるある、ツーショットはありますよありがとう、ティフでアンピーとミホリン いましたよ、いたいた、楽屋に来てたかな、うん、相変わらず可愛かったです。二人とも可愛かったです。
ありがとう。そう、楽屋まで来てくれてたね。ありがとうございます。ナイカもありがとう。変わってなかったね、あの2人とも超絶美少女でした。私もハイビスカスもありがとう。結婚してもありがとう。いやね、ここ何日かずっとコメントで来てたからね。なんかそう、ティフにいるよみたいな、いろんなコメント来て。アイドルなったよみたいな。不思議な感じ、確かに不思議な感じはしますね。そうですね。うん。でもあんまりまだ時間経ってない感じがするから、変わってないじゃんって思うけど。そうね。どうもありがとうございます。そうね、アンピーとかもそうよ、特にそうだよね。アンピーは卒業して、どんぐらい ?1 年いつだ、1年ぐらいかな。投資ありがとうございます。みずかさんありがとう。もうほんと二人とも四角だ。泣きじゃくってた卒業公演懐かしいね。懐かしいね。懐かしい、懐かしい、懐かしいな。おでこを出したばかりに、いや私あれ以来おでこ出してないから、本当にあの日に、いやあれは卒業公演じゃないよ、あれは卒業発表した日で、私がおでこを出した公演の日に卒業発表しちゃったの、アンピーが。だからもうちょっとそっからおでこ封印してるから、なんかちょっとあのいつも出さないのに、その日はちょっと出してみたんですよ。 そしたらそれが原因なわけじゃないけど、わーんってなりました。なんかそれと結びついちゃって。おでこ封印です。なんか験担ぎじゃないけど、なんか
なんて言うんですかね、そういう怒られた時の服着ないみたいな感覚あのもうおでこ出さないみたいな。たまーっとありがとうございます。確かにいいことで上書きできたらいいんだよね。そうだよね。ありがとう、かわいいハート。フェスだったら出せそう。確かにな。いいジンクスも作りたい。確かになんかないかな。なんかないかな。ショートカットにしたら出た。でも私考えてたんですけど、バレエミュージカルがロングじゃないとダメかもってちょっとなってわかんないんだけどちょっとそれ終わるまで髪の毛は切れないかもしれない。ちょっと詳しくはまだあれなんですけど、地毛で挑みたいから。ミッキーさん、ありがとう。クマ、ありがクマ。サングラスクマ、ありがとう。ミッキーさん、ありがとうございます。プンスカしてきたわ。今日千穂ちゃんとマイキュー写真集の宣伝してなかったね。なんかさ、今日さあれだったんだよね。私もちょっとわかんないんだけど、なんかでもティフで限定の多分なんかやってたんだよ。あのその何ですか、アイコジ、あかりんさん、あのリオちゃん、リコチ4人はなんかティフ限定のなんか特典がつくやつやってて、そう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 、まいちゃんもティフ限定、いや私はないかな。私はなんかそのティフ限、ティフっていうかそこでその会場で予約した人は生写真がつくっていう、そのもうそこでしかない生写真がつくっていうなんかあれだったらしい。そのなんか限定の販売的なそう感じだったらしくて、
出すメンバーの多さに少し会場ざわついてた。いやこれで私も出しますって言ったら、ね、結構みたいななる。あなたもですかなりますか。あなんかね、あそうそう、なんかあのなんですかね、私のはそうなくって、そのありがとうございます。結構ねみんなねこう出す頻度っていうか、頻度っていうかなんていうんですか、ペースっていうか、結構ね一気にドドンって出すからね。ハイビスカスありがとう。びっくりしてた。そうだよね、写真集って結構グループでさ一気に6人ぐらい出る、あんまないよねあんまなくない？なんかそんなことは今までもないからびっくりするよね。ありがとうございます。そうだよね、私も初めて聞きます。ありがとうございます。DD は大変そう確かにみんな分買ったらもうね大変ですよ。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。もうすぐじゃない、あのリコチの発売日がね。あ、一途な人もいる。DD じゃなくて、いやん。ありがとう。ありがとうございます。写真集でもたくさん撮影したし、なんか最近もいろいろ撮影したんですけど、結構まあなんかあの思い切った私って感じです思い切ってます。
ありがとう。初心者以外でも、初心者以外でもだよ。なんか、思い切らないで。いや、ちょっと、そう、結構ね、いろいろと。撮りました。ありがとう。I miss you。 恥ずかしさがなくなったか？いや、さあ、恥ずかしいですよ、なんか私なんか、あ、慣れんかもしれん。恥ずかしいかも。あ、待って、アルフォートさん、ありがとう。ありがとうございます、アルフォートさん、ありがとう。 DJ、 ありがとうございます。撮影班何人いるの？だいたいカメラマンさん、カメラマンのアシスタントさん、衣装さんのアシスタントさん、メイクさんのアシスタントさんがいればって感じですねそんぐらいですかね。アシスタントさんがいたらちょっと多いかもね。でもね、写真集の撮影はね、まあ、ロケいっぱいしたから何人だったかな、メイクさんと衣装さんのアシスタントさんはいなかったから4プラスマネージャーさん5、あといろいろとしてくれる人6、あと運転とかしてくれる人7とかそんな感じかな、うん、そんな感じですね。ありがとうございます。少人数かな、まあ、もうロケってなったら少人数かもしれないですね。マネージャーさんいますよ。マネージャーさんは、そう、私の担当マネージャーさん。なんか、たまに現場にいたらみんなが可愛いっていうマネージャーさんなんだけど、なんかみんなが、あの人可愛いねみたいな言ってくるときあるんだけど、そう、女性のマネージャーさんがいるんですよ。マネねそう、マネージャーさんですよ。そう、私のこと担当してくれてます。ありがとう。年は、なんか情報言っちゃダメだと思うんだけど、やっぱ何でもないわ、何も言わんとこ、なんかあんまりなんかちょっと言うのもどうかなと思うんで、ちょっとあんまり聞かないでもらっていいですかすごい綺麗なマネージャーさんがいるんですよ。
ね、なんか嫌なんだけど、なんか既婚者ですかとか、ね、ちょっとどういうつもりで聞いてるんですか、本当になんかちょっとダメですよ、やめてもらっていいですか、ダメですからね、ちょっとやめてください、本当に本当にもう本当にダメですよ、もう握手できません、 NG です、はい、ダメですもう本当に、そのダメ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 、ダメですダメです、なんかみんななんかちょっとガチになるのやめてもらっていいですかなんかなんだかな、そうでもそのマネージャーさんが結構全部撮影ついてきてくれますね。どうやありがとう。撮影のエピソードまた話します、なんか今言えることないかな、なんかあるかなないの？ちょっと待って、なんだろうな、撮影エピソード、赤水着は自分で選んだの、自分で選んだっていうか、そのなんかフィッティングってのがあるんですよ、その写真集とか、まあ、撮影の前にフィッティングがあって、写真集ってなると結構10着とか以上着たりするので、先にその当日とかじゃなくて前もって服っていうか着たりしに行くんですけど、なんかもうめっちゃね本当にブワーって置いてあるの、もう本当にもういろんな種類のブワーって置いてあって、そっからこれがあるんじゃないとかっていう感じで決めるんですけど、まあ、なんか私がこの色がいいですって言ったらその色にしてもらうこともできるんですけど、でもその全部はそうは多分いかなくって、なんかこの色着て例えば私が赤がいい赤がいい赤がいいこの服も赤がいいって言ったら真っ赤の写真集になるじゃないですか、だからまあ他の服と色味をこう色合いを決めてそうなんかあじゃあ今度はこの色を着よう、はいこの色を着ようって、なんか色味とかも結構調整しながらそう考えるから、そうバランスがあるからだからそうね、なんか水着はね赤か緑かって2色どっちかってなってたんですけど、そう私でも結構優柔不断で、あのどっちがいいかなって、でまあ似合う方にしてもらってそう決めました。そう一緒にね決めるんですよ、どうするどうする、ここでこの色きたから次はこうの方がいいかなみたいな、いろんな水着があって、ほんとなんか模様がなかったけど、私が着たやつは柄なかったけど、柄がすごい入ってるのもあったし、
ランジェリーのことは聞かない方がいいかなってなんかおもろいなんか気になることあります？なんですか？なんですかね。聞きづらいよね。そうだよね。ちょっとね。探ってる。ちょっと。私物なわけない。私物ですか？私物なわけないだろう。あの全部私物じゃないです、全部一緒ですありがとう。あ、でも色とかはね結構決まってたかも。そこはなんか大人っぽく見せたいシーンなのでここは黒みたいな、ここは爽やかになんかこう見せたいので白みたいな、こうなんか結構色は決まってたかもしれないです。なんかテーマがあってみたいな。撮影で来たのってもらえるの？もらえません。でも一回あのもらえないんですけど、普通はもらえないんですけど、PR 舞台の時とかに前ムック本があってその撮影をしたんですけど、その時になんかこの服かわいい、かわいいかわいいかわいいって欲しいって言ったらあげるよって言ってもらえたことがあってそうなんか稀にもらえることあります。買い取りとかじゃなくって、あの普通にプレゼントでもらえたりすることあるんですけど、本当に稀にしかないです。そうですね、でも基本はもらえないと思うんだけどね、うん、いや、ちょっと待って、あると思う服、ちょっと待って、 PR 舞台でもらった服、このこれにこのショート丈のこれ、多分 PR 舞台のムック本で着てるはず。これあの本見てみてください。多分これ着てるんで持ってる。これにあのセットでもらった、あげるよってありがとう。あ、ベレー帽？ベレー帽もらってない。なんかベレー帽は確かダメだったもうこれはいいよみたいな。そうそうそう、何回か来た、1回だけ来たかな。もう結構思った以上に短くって、本当に結構もうあのお尻なんか結構ギリギリ、あの結構なんかね、これ結構冬の素材なんで、まあギリギリ結構一回来たけどね。縮んだわけじゃないもともとです
今度冬にじゃあ来ますね。これはね多分夏の素材ではないですね。結構分厚い。今後直接会えるお話し会できませんか。もう決まっちゃってるんですけど、あの今回発表されてるのはまた次回あれば。今回はね、あの広島は浴衣2日間で決まってて、大阪はサンタだったかな。なんでそう、今回はねリアルはね全部ねもうあの用意してもらったものを着るって形なので、あんまりそう私服が見れるって感じではないんですけど、浴衣はね2日間違うよ。1日目と2日目違います。ありがとう。写真集の私会の衣装はね分かんない、まだ決まってない。衣装ではなさそうだと思うんだけど、いや分かんない、どうなんだろう。おやすみって57分だ。うわー、ちょっと待って。くまねパパさん、ドラガンさん、うまちゃんさん、福太郎さん、きなぺこさん、考えなしさん、おっさんずさむさん、福ちゃんまるさん、もとまちさん、ティーンさん、東京のスワンさん、アルフォートさん、1位はドロロロロドドン、ミッキーさんでした。ありがとうございました。明日か明後日かタワーのお礼をしたいんですけど、明日にしようかな。配信ありがとう。全部は一気にやったらすごいので、ちょっと分けて分けてします。はい、ということで明日は月曜日か月曜日です。明日は皆さんまた明日おやすみなさい。また明日。今日はこんな感じのツインテールでした。もう巻きはほぼ取れました。ビヨーン、おやすみなさいませ。また明日。皆さん、あの涼しくして寝てください。おやすみ。また明日も頑張ろう。